セラミック発信紙とは固有の周波数で発信する電子部品である。主な用途はマイクロプロセッサなどのデジタル回路におけるクロック、信号源としてである。その他、テレビ、ビデオ、伝送機器、電話機、副写機、カメラ、音声合成装置、通信機器、リモコン、おもちゃといった幅広い分野でのタイミング回路でもよく使われている。 基本的には2端子型の素子であるが、不可コンデンサを2つ内蔵して3端子型としたものが、一般的で発信回路の部品点数や占有面積を削減することができる。パッケージには、表面実装型や挿入実装型がある。3端子型のものでは、2本の端子間で発信が起こり、3本目の端子は GND に接続する。セラミック発信子は、 チタンサンジルコン酸鉛ナマリを主体とする高安定の圧電性セラミックを機械的な共振器として利用している。電圧を加えると圧電効果により変形が生じ固有の周波数において共振が起きる。この共振周波数は振動モード及びセラミック機材の寸法により決定される。水晶振動子よりも小型で安価であるため水晶振動子の代わりに 電子回路の基準クロックや信号源として使われることが多い。しかし、周波数の精度では劣るため、それほど精度が求められない回路に限られる。セラミック発信士に用いられる振動モードには、以下のようなものがある。長さ振動長方形の板の長さが伸縮する振動モード。圧源セラミックの分局方向及び印加する電圧の方向は、板の厚み方向である。 共振周波数は板の長さに反比例する。発振周波数が数百キロヘルツの発振子に用いられる。広がり振動性方形、または円形の板の面内方向に広がったり縮んだりする振動モード。分局方向及び印加する電圧の方向は板の厚み方向である。共振周波数は板の大きさに反比例する。発振周波数が 数百キロヘルツの発信子に用いられる。厚み滑り振動長方形の板の両面が互いにずれるように振動するモード。分極方向は板の面に平行であり、引火する電圧は板の厚み方向である。強振周波数は板の厚みに反比例する。発信周波数が数メガヘルツの発信子に用いられる。厚み立て振動板の厚み方向に伸縮する。 振動モード。分極方向及び引火する電圧の方向は板の厚み方向である。強振周波数は板の厚みに反比例する。発信周波数が数メガヘルツの発信子に用いられる。また、チタン酸鉛系の圧電セラミックを用い、エネルギー閉じ込めを利用した厚み立て3次高、超波振動モードは発信周波数が 数十メガヘルツの発信子に用いられる。これは、チタン酸鉛系セラミックでは、厚みた基本波でエネルギー閉じ込めが起こりにくいためで、ある。エネルギー閉じ込めセラミック機材の一部のみに電極を、設けた圧電素子では、振動のエネルギーが、電極金傍のみに集中する現象が起こる。これをエネルギー閉じ込めという。エネルギー閉じ込め型の振動モードでは、 電極のない部分が振動に関与しないため、振動に影響を与えないように阻止をケースに固定することが容易である。PIC12 回675だタたしと、セラミック発信紙の FAQQ 方向性はありますか村田製作所セラミック発信式基礎知識振動モード、村田製作所。ありがとうございます。